やべ、遅刻しそう。どこだっけ、ここかな、合ってるかな。おい、お前たち遅いぞ、早く来いよ、お前たち。ゾンビの声、ゾンビの声聞こえるんだけど。おい、誰がゾンビだよ、お前。こっちだって。あ、ほんとに、危ない。ごめんごめん。俺のことゾンビって言ってるのかと思ってさ。おい、おい、おい。あ、いた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 。おお。なんか今日、お金を稼げるいいバイトがあるって聞いたから、ちょっとみんな集まってもらってんけど。そうなんだ。ほんとなのか？ここのはずなんだけど。はぁ、よく来てくれた諸君たちよ。あれ、ゾンビだ。はぁ、よく来てくれた。チグ、あんまり知らない人とは喋らない方がいいからやめて。あ、ちゃう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 。すごいすごい。今日バイトの子が6人来るって聞いとったんじゃが、君たちじゃないかの。担当の方ですか？あ、そうじゃそうじゃ。あの人さ、メールのやり取りめっちゃ絵文字使うからさ、若い人だよね。絵文字でやっぱね、やっぱ若い子と仲良くなれたらなと思う。すまない、ギャルおじさん。大丈夫か、おじさん。今日はよろしくお願いします。お願いします。あ、あと一人は900万円遅刻かなんかかな。もう一人ちょっと遅刻してますね。ああ、まあまあまあ、じゃあ最初に5人に説明しようかな。ちょっとこちらに来れるかな。はい、はい、なんかあれですか、牛乳運んだりとかですか。いや、ね、違うよね、これ。今この目の前にあるのがマイクラ山という山なんじゃが、はいはい、はい、今からみんなにはこれを平らにしてもらう。この山をまっさらなくしてもらう。これを、うわー、そしたら機能の出してもらえればワールドエディットでパパって。ああ、やめやめなさい。本当に違う。そんなちゃんと汗水垂らさないとお金ってゲットできないもんじゃぞっていうのも教えてるんだぞ。なるほど、なるほど。でもこんなの時間めっちゃかかりますよね。まあそんなこともあろうかと、こちらに売店を用意したから。まあまあ、ここをね、自由に使っていろいろ買って効率よくやってもいいよ。道具屋、便利屋。え、見て、みんな乗り物屋、ピッキルとかもある。道具屋、すごい、4つもお店ある。まあ、いろんなの売ってるからいろいろちょっと交換して。ただ交換するまではな、あそこに木とかあるじゃろ、あれを使っていいから、あの木を。そうですよね。はいはいはい。で、この辺は危険がいっぱいじゃ。高いところから落ちた者もいれば、ゾンビなのにやられたやつ、お腹空いて餓死したやつもいれば、行方が分からなくなったやつもいる。今までバイトに来たやつ、ほんと気をつけてはやっていたんじゃが、行方不明になってるやつらもいるから、みんなも気をつけるようにな。そいつらはこの山削ったんすか、ちゃんと。まあ削ってる途中だったんだが。何もやってねえじゃん、そいつら。いろいろあったみたいでの。あ、そうじゃそうじゃ、言うの忘れとったが、くれぐれもやつには気をつけたまえよ。じゃあやつ、こうになってるぞ。やつ、わしは、わしはパチンコに行ってくるからの、いる、こうになってるぞ。クソジジイ。よし、じゃあいろいろ道具見ていくか。なんか豪華なピッケルとか、豪華なショベル、シャベルじゃなくて、シャベルじゃないのか、ショベルが。プーノスケ見て、プーノスケが好きそうなのぞ、ここに。え、カメハメハの腕、丸石と石炭、これ一気に削れんじゃねえの、ワンちゃん。確かに。え、お手伝いくんだって。スケルトンが、スケルトンの違い。ごめんごめん、みんな。あー、遅い。あー、遅刻しちゃった。え、どういうこと。見て見て、ショベルカードがあるよ、鉄64個で。え、何、秋来た、秋来たんだからさ。何何何やんのこれ、何何何これ。え、秋見てこっち、秋見てこっち。うんうんうん。あのね、あの山なくすって、俺らで。バカなの、無理に決まってんじゃん、普通に考えて。え、無理に決まってるじゃん。俺らでなくすって、お金稼ぐためだから。でもね、ここに売店があるんだけど、左から順にどん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 ね、必要なものも高くなるんだけど、豪華なものになって、ショベルカードとかドリルとかあるの。一番右がなんかね、ダイヤ装備のフルだから、なんか、もしかしたら、なんか、クマドア出んのかな。出ないでしょ。だって、最後、こんな山に。おじさんがさ、あいつには気をつけろって言ってたから。え、何それ、怖いんだけど。まあでも、とりあえず見た感じ、じゃあ丸石から集めればいいんか、これ。そうだね。そうだね。だから、まあ一旦原木切って。そうだね。取っちゃおうか。そうだね。で、鉄ピッケルゲットしたら、豪華なピッケルまでいけそうだから。そうだね。確かに確かに。よし、頑張るぞ。違う違う違う、俺、非常食じゃないからね。でも、さっき遅刻してきたよ。おい、取んな、俺のやつよ、お前。え、遅刻してきたんだからさ、トリ君はさ、わかるよね。いや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 、ちゃんと電話したら、なんか、おじちゃん、なんか、
なんか電話メールでは誰なのかな、若い子いると思ってたんだけど、なんかメールではすごい絵文字使ってた人なんか電話ではなんか声渋いおっさんだった。おっさんだった、ギャルじじいだった。マジかよ、なんだろうねあいつ。あき、作業台の横に作業台置かないでもらえる？ちょっと作業台置いちゃった。みんな使えるのよ一個あれば。あ、ごめんごめんごめん。あの、みんな作業台作りすぎじゃない？一個あればいいんだよ、一個あれば。そうか、このバイトでいろんな人がいなくなっちゃった。だよね、怖い。まあでも何人かない死んだって言ってたよね。でも時給100万円でしょ。高っ、時給なんだ。しかもじゃあもう漫画読んでたら一生金入ってくるシステムじゃん。まあ時給だから実際そうだよね。山一個削ったらとかじゃないんだったらさ。ねえ、よし、じゃあ掘っていくか。はい、鉄やな、鉄。なんで下に入ってんのみんな。あ、もう丸石作ってたのか。あ、そうそう、丸石をね。そうそうそう。え、これさ、果てしなくない？さっさと売店でいいもの買わないと。そう。俺らだったら楽勝だよ。そうだよ。しかもさ、いつもだったらさ、ケチャオがさ、役立たずだけど、こういう単純作業だ、ケチャオだって輝けるんだから。マジで？バカにしてるな。確かに。ナイス。ナイス。ナイス。だから丸石集めとこう。あ、エメラールドがあるじゃん。エメラールド。てかさ、どの高さに合わせて平らにするんだっけ。赤い線って言ってなかったっけ。赤い線じゃない、赤い線か。これに合わせるのか。鉄だ。ちょっと上の方からやっていくわ。確かに上からやっていくのは効率的かもよ。寒いでも上の方気をつけて、雪いっぱいあるから寒い、ね、あ、そっか。いやでも鉄をいち早くゲットするのが一番効率的になると思うから、上から掘ると鉄に出会えない可能性も結構高いから。無理だよー、決まったよ。そういうことか。確かに一旦丸いし、ワンスタック子犬いるな、かわいい。あとちょっとでワンスタックだ。え、早っ。あとだけに、え、チグ、あ、背後には気をつけてね。え、ちょっと待って、ちょ、どうしよう、どうした。え、わかんない、なんか山のなんか上元になんかやばいのあった。ちょっとこれはやめとくわ、やっぱ上は。ねえ、誰か丸石さ分けてよ。ああ、したらご飯買ってご飯ちょっと渡すから。待って、でもさ、お前に分けたところで俺に何のメリットがあるの。だからご飯がもらえるってメリットがめちゃくちゃ提示してるじゃないかい。ででん、お、なに、肉欲しいやつは俺のところ。はい、ください。ください、全部くれ、全部。やったー、ガサンと怖い。しかもちゃんと斧なのね。斧痛いな。鉄ピッケルと丸石で、あ、いけたわ。5からピッケル、新品だったら。あ、ナイス。すげえ、どうなるのそれ。めっちゃキーみたいな。おお、なんか虹色、毒々しい。早いの。うおお、持ってよ。ねえ、なんで見せてくんないの。見たい、見たい。近づいてきたら。違う、そんな安いやつ落としてません。おお、おお、よし、じゃあ掘ってみるよ。うん、見たい見たい。えっ、あー、早い早い、めちゃくちゃ早い。じゃあみんな早いよ。よし、これ一回プルノスケから丸石パクった方がいい。これこの辺の丸石パクった方がいい。みんな取れ、みんな取れ。早い早い。待って、死ぬ。プルノスケ、危ない危ない。ねえ、ねえ、危なかった。なんか死にかけてないな。ねえ、上がれないから。ちょっと、ねえ、帰れなくなった。リスクもある。ねえ、もうすげー、めっちゃ楽だ。ねえ、これでだいぶ進むから、みんな絶対鉄ピッケルと、うん、丸石ワンスタックでこれ作った方がいいよ。うんうん、オッケーオッケー。オッケー。ねえねえ、みんな、だったの？カメハメハの腕を手に入れたよ。おー、見て、何これ。見てー、見てよー、見てよー、やばー、何これ。見に行こう、俺も見たい。カメハメハの手してるわ。何何、カメハメハの手してるわ。何何、うわっの手してるわ。何何、うわ、バカ、何、ねえ、おい、お前、そうは山に使うだろって。ねえ、うわ、お前、何せなくなりすぎて、マジで危ない。ねえ、間違えてさ、ね、相場山に一回使うだろうって。間違えちゃって、今危ねえ、マジ売店壊れてるやん、普通。ねえ、壊れちゃったって。え、それ山に使ったらさ、これ掘れるってことじゃないの。じゃあ一回使ってみていい、山に、ねね、いいよ、やってみるよ。オッケー、やってみて、いくよ、いいよ、いきます、掘れ。え、バレてお前、バカじゃん。はぁ、何やってんの、マジで。何やってんの、マジで。ねえ、アッケー、なん
にやってんの。でもあれじゃない、あれ悟空もさそんな連発して撃ったら大変じゃん。やっぱちょっと休憩必要なんじゃない、知らんけど。見て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 、何こうやってこうやって俺カメハメハで、ほんのやめて。まあでもなんかはかどりそうだね、なんかそのダイヤとカメハメハ。確かにね、あれば近くに村あった。でも村いらねえか別に。でも友達増えるよ。確かに。てか手伝わせようぜ村人にも。あ、確かに。でもなんか手伝いアイテムみたいなのあったよね。ねえ、そう、スケルトンの頭がどうやってゲットできるんだろうね。え、スケルトンの頭、え、タイデンクリーパーじゃないとダメ。え、待って、え、スケルトンの頭、うん、スケルトンの頭ある。さっき山の上に誰かの死んだ顔あったよ。え、じゃあ見てくるわ、見てくる。それ使えば。だから逃げたのさっき、ちょっとチラって見えて。そういうことね。俺も作るわ、さすがに。違いがある。あー、使えた。あ、待って、あ、時間経ったら使えたわ。えー、ナイスナイスナイス、すごい。時間経過なんだ。時間経過なんだね。目の前で掘ってた石炭全部ぶっ飛んで。ねえ、何やってんのってば。マジで。ねえ、でもすごい見て。やば、何それ、やばそれ。ちゃんとカメハメハーって言いながら使わない。そうだよ。確かに。二度と使えないのかな。でも一応もう一回やってみよう。ポチッて。カメハメハ言ってた。だって悟空もさ急にさ「ういっ」ってやんないでしょ急に。ねえ、確かに。石炭がワンスタックでカメハメハだよね。はいはいはい。結構大変だな。もうカメハメハはいいや俺。次何があったら楽しい。え、ショベルカー？え、乗りたい乗りたい、お願い、おい、マジで乗りたい。ドリルとか待ってよ。お願い、お願い、俺が次何、何する？防具盾作ったら。アッキー、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 それ俺にくれないと見て。アッキー、それ俺にくれないと見て。怖い、怖い、怖い、誰、誰、誰。ダメだよ。ねえ、人に向けて撃っちゃダメだよ。撃っちゃうから。アッキー、俺にくれないとさ。ねえ、ねえ、ねえ、ショベルカー、手伝う。お手伝い連れてきたよ。え？お？え？見とう。ほら、ここに。ねえ、バカ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 。ねえ。なの。お手伝いくんかと思ったらさ、クリーパーくんだったわ。よし、ゲットしたぞ。お、カメハメハの腕。いいね。ナイス。お、いいね。死ね。使えないの。え、俺には、お、カメハメ。か、あれ？カメあれ？あれ？あれ？俺カメ。使えない。うわ！なに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 ？あぶな！やばいって！俺もやってみよう。やばいやばい。ハメハメ。ダサい。ね、多分使える時間になるまでさ、やめて。ダサいから。すげえ、貫通したやん。やば。すげえ。カメハメハ。でも近くに俺いたけど、何も躊躇もなく撃ってたよね。ね、危なかったんだけどね。当たらなかったからね。まあ当たってはないから。うん、で、誰やったら普通に殺す。もうプリマゼには逆らえないからね、俺ら。確かに、何もできないね。やばいやばい。お手伝い作業員くん、ゲットできそうだよ。え、お、見して見して。これ、普通の卵なんだけど、多分これで出てくると思う。何、見たい見たい、やだやだ。ね、見たい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 。あ、ここで普通に召喚しちゃって。すごいすごい、こうパッとしてる。ここに出しちゃっていいのかな、作業員くん。カメハメ、使えないならやめて。オッケー、じゃあ行くよ。お手伝い作業くん、おいで。ボン。え？うえ？何何何？ケチャちゃん。え？何何？ケチャは外れ。よしはよしはよ。え、俺マゼチなんだけど。え、何何何何何？あれ僕、あれ僕プリちゃんなんだけど。なんか色だよ。あ、でもお手伝い、作業着？え？何これ？な、なんだ？何してる？何してるんだ？あ、なんか掘ってる掘ってる掘ってる！すごい！お、バカ！おいおいおい！バカ！ケチャオ？ちょ待って、バカこいつ！やむを得ない、殺すしかない。やむを得ない、やむを得ない。やむを得ない、こいつやるしかない、やるしかない。強いのかな？なんでやるしかない？こいつとんでもないって。なんでやるしかないんだよ、これ。でもなんか壊してくれてるな。壊してくれてはいたね。壊してくれてはいるけど。上から出した方がいいから。すごいんだから。待って、お手伝いプーノスケいる。なんかずっと遊んでるわ。え、マジ売店ぶち壊してんだけどずっと。殺したいね。それは仕方ない。アッキー殺すね。怖いって。ねえ。だって、アッキーが商人のこと殺そうとするから。確かに、それはやむを得ない。いきます、俺もカメハメハ2にやります。お、お願いします。めー、はー
ちょっと足りひん。簡略化したね。あれ簡略ちょっと足りひん。いいね。え、これさ、鉄誰か取ってる？ここに入ってるかまどの。僕取ってないよ。本当に？チクちゃんは？うん。これ4個しか取ってないよ。取ってるじゃんね。これさ、ドリルに使うの。だから他のところにさ、石作ったでしょ、いっぱい。もう。でも譲り合いの精神。譲り合いの精神ですからね、これは。おお、びっくりした。動くな。おいおいおい。俺のカメハでやっちゃった。助けてください。僕脅されてます、彼に。お前、おい、動くな。顔にペタってあのカメハメハのやつ置かれてるわ。怖いな。たまる感じで。逃げて逃げて。あんまり舐めるなよ、俺を。逃げろ、あと全国ロードショー、よーぽーん。はぁ、なんだ。あんでない。ショベルカー交換バババーこれ出してみるね、一旦ショベルカー。僕見たい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 、見せて見せて見せて。見たい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 。行くぜ。あ、ここか。うわー、すげー、なになに、やばい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 、すごいすごい、えぐいってば。ドリルできたよ。お、ノイス、見たい。あげる、誰かにあげる、これ。ショベルカーは使ってないのか、じゃあもう。使ってない、ドリル誰か使う。じゃあもらおうかな。でも多分一応一番上からやってきてた方がいいかも、わかんないけど。あきちゃんだーい。あ、何を、もうね、渡しちゃった、渡しちゃった。ね、見て、これ拾ったからさ、しょぼくれてる。あはー、これあげないといじけちゃうよ。あげるよ、じゃあこれこれ。使いな。はい、あ、待って、まず俺のさ、お手伝い作業員からやってみていい。うん。はい。おぉ、どうなんだ、どうどう。あ、掘ってる掘ってる掘ってる、ほらほら、俺チグだわ。俺もチグちゃん、すげえ。足早。あ、でも壊してくれてるね。いいね。壊し終わったら壊されるのは君なのにね。怖いこと言って。確かに。ああ怖いこと言って。で、ドリルと。ドリル行きます。いいじゃんいいじゃん。怖いドリル。なに、なにこれ、なにこれ、大きいじゃん。え、俺なんだけど。すげえ。え、なにこれ、うわえ、向き合ってる。なんかね、横乗ってるわ。え、何これ、すごいすごいすごい。え、ちなみにプーノスケ、ジャンプできる？ジャンプできない。うわ、これやばいな。あ、だから、横に行かないと。横から、横から、ちょっとずつ。すごい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 。あ、でもいいいい、早い早い。え、でもめっちゃ効率。まあいいねいいねいいね、さすがにやっぱ機械はいいね。おお、なんか面白いんだけど。あー、めっちゃ下がってもうた。あら、やばいね。やばい。あ、でもいいよ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 。うーわ、いい感じが。うわ、すごい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 。いいねいいね。すごい。いいね。絶対気持ちいいじゃん。まあでもちょっと店員さんに聞いてくる？なんかあの、さすがに卵に戻してもらえるかさ。確かに。さすがにだってあんだけ高く買ってさ、すいません。大切に使うので、あの、交換してもらえないですか、卵と。おお、そうじゃな。よかろう。いいらしい。あれ、この人がドリル出してくれたよ、横にチェストで。あ、ナイス。ショップの人だから、プーノスケ取っていいんじゃない。いいよ、一回買ったら。ちゃって、確かに一回買ったから取っていいよ、多分。これみんな使っていいってこと。ああ、やった。なんかこれ一回買えばもう何回も買っていいらしい。俺も虫太鼓。びっくりした。カメカメ、すごいすごいすごい。どこにいるの、プリちゃん。はい、10秒前に俺が使ってまーす。はーい。ドゥデン。おダッシュだけでもいいのか。すごいわ。なんか変な顔、このドリルのやつ。アキ、アキ、うん、自分だな。何が自分、何が何が。三人称で見てみたら、自分。三人称で。俺と同じ顔してんじゃん。なんで。聞いてないんだけど。やばい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 。こいつ、俺のこと引きやがった。おい、ちゃんと仕事してんのかよ。おい。こいつだる。楽しすぎて仕方ねえ。だいぶでも削れてきたんじゃない。ねえ。取れた俺も。結構削ってるよ今。下まで来ちゃったけど。えぐいです。あ、あたー。やけどした。やばいやばい。あれ、ドリル。アキ死んでね。あれ、アキ。なんか惜しいんだ。もうずっと永遠にやってたら、ごめんなさいです。おい、すげえ、山なくなってきたじゃん。ねえ。ねえ。いいね。でもさ、なんかさ、このドリルのさ、色合いといいさ、なんか爪に俺の顔描いてある。なんか、俺、既視感あるんだよな。いや、もう気のせいか。
まあいいや。まさかアンパンマンの格好じゃないの？ここ、岸川。それ言わないようにしてたけど。色合いがもうさ、とんとんとアンパンマンなんだけど。もはやこれ荒らしてるまであるんですか？確かに。えげつないことになってるもんな。ここに何ができるんだろうか。確かに。あ、え？ケチチー！マジかよ。くそー、大変だなこれ。なんか乗り捨てられたアッキーがいっぱいいるんだよな。わかる。ねえ、大切に使ってよ。ね、雪って山に入る？これ思ったんだけど。入んなくね。入らないでしょ別に。だって溶けるじゃん別に勝手に。あ、そうよね、ほっとけば。そうそうそう。でもさ、アッキーそれさ、下のところ思いっきりまだ石あるよ。そうだね、これはやんないとか。さすがに石はさすがに。いやもう雪は山じゃないと思います。しゅべってきた。しゅべってき、お、もう何してるの、何してるの。最悪。もうあれで取っちゃうか。もうあれで取っちゃう。アッキー、アッキー、あ、これここにいっぱいアッキーしてる。ボスタック手に入れたから渡すわ。すごっ。俺のさ、車大切にして、うん、乗り捨てアッキー。いや、普通になんか横向きだしジャンプしねえし、普通うざいよ今。もう確かに。もう用なし。用なしアッキー。ラフランスに改名しよう。ラフランス用なしね。山形の王様。間違えた。問題です。もう無理だろ、もう無理だろ。何何もう無理やろ。果物の女王みたいのはラフランスですが、では王様は何でしょうか。おーおーおー、シンデレラ。違う違う違う、意味わかんない。かわいい。ちなみに、え、これが王様なのみたいな。パイナップル。あー、でもね、近いっちゃ近いかも。メロンじゃないの、あれでしょ。ちょっと待って、パパイヤじゃない、パパイヤ。パパイヤ。大丈夫、俺が一旦 Google で調べるわ。だからそれ意味ないのよ。意味ない意味ない意味ない。なんだっけ名前あれ。あれだよ、くせえやつじゃない、ドリアン。ドリアン。あ、正解。そうだ、来た。ドリアンでーす。え、待って、結構まだあるな。ねえ、これ結構やばい。めんどくせえ、普通にこれが。やべ。アッキーさん、めんどくさいです、バイトなんだから。仕方ない、働かなきゃ。アッキーあれ遅刻してきてめんどくせえって。じゃあ、あのめんどくさい形してる。 IQ の低い鹿丸かよ。めんどくせえ。ちょっと飽きてるのやめて。大変ですねこれ。さっきはバイトなんだね。待って、マゼチが動いていません。降り続けなきゃ皆さん。マゼチが動いていません。マゼチ何してたのマゼチ。おしっこ行ってた。おしっこ行ってた。まあそれはしゃあないね、それは。うん、なんだ、サボってんのかと思ったよ。え、山でしなさい。山んばに怒る。山んばぶち切れるぞ。山んば山にいるわけじゃなくて。そんなこと言ったらお前なんかバゲモンに恐れちまうぜ、山のよ。確かに山にはよ、神様がいるって言うだろ。うそなの。確かにな。あー大変だなこれ。でも割と結構掘ってきた。ケチャだいぶね。ケチャ、それその足場後で壊せるの。確かに。ケチャー、本当の敵はケチャオ。ケチャオだったか。ちょっと人狼ゲーム始まってるな。え、それめっちゃ大変じゃない。あ、嘘でしょ。ね、何がその足場壊すの。ケチ、今マジでヤバいことした。あのね、決まった。土を山頂より上まで積み上げて、そこから落ちて死んだ。ヤバい。うーわ、めんどすぎるこれ。やったわー、もうちょっとうわー、どうして巨人にでもなった。もうさバイト代もらえなくなるよ。せっかくいろいろ集めたのに死んじゃった。わあ、結構いいとこまで来たな。いや、だいぶ綺麗だよ上の方。もうちょっとやさ、もうあれ丸石で交換できるようになってるじゃん。あ、丸石交換できた。ほんとだ、丸石ワンスタックでいけるようになってる。なんか頑張ってねって言われたわ。え、嬉しい。頑張ってんだよ。え、待って待って待って。なんかね、あの一番右の4人の中のお兄ちゃんかな、一番左の赤色の服の人、丸石47個で足場64個もらえる。すげえ。入荷したんだってさ、今。よかったよかった。足場がそこら中にできてとかいうことなんない。まあでも足場はね、下壊せばドラッてなるから。マジ終わり見えてきたよ。見えてきた。マジなんか友達とかにさ、
今日何してたのって聞かれて一応山っきしてたでも実際そうだわ金名言集きたこれ赤い線より下だよね多分あ上だよねじゃがじゃじゃんはぬこはぬこはぬくの大好き怖いよどこぬこをそういうモチベーションだったんだ歯ぐきにじゅくじゅく麻酔さすうわ気持ちいいなはぬくの気持ちいいどんどん抜こう下り道下り道でやってんだしかも神様空飛べるようにしてもらえませんか神様がいるのならどうする聞いてみるこいつ連れてって天国ににゃんにゃんおなんかねなんか残ってる、うん、右の店でうん、エリトラとロケット花火発売してる。神様、神様遅い遅い。神様暇なん。神様ナイス。いやでもよく頑張った。やっと最後の最後で出てきた。確かにもうこの状態だもんな。そう。これ大変だな本当に。大変だなこれ。ダメだ。これ相当金もらわれてやってらんねえよな。いくらもらえんだろうな、これあーね、丸石で足場作った人おっ、え、ここ壊したいな時給計算で言ったら本当に焼肉食べ放題いけるやった焼肉食べたくなってきた、アッキーのこと嫌いになりそうなんでやばい、お腹すいたまして、本当にお腹すいてきたわかるなんか、作業効率落ちてないみんな、逆にえ、俺めっちゃ、あれで言うとおかげでクソもらってるチグケチャが確かにじゃあ別にもともと丸石取ってたんですよ。あ、ブリちゃん手に積んでたんだけど。え、もうないやん、山。ね、ほぼない。マジ、もうほんと、ちっげしてないけども。あら。一回かおじいちゃんに聞いてみてもいいんじゃない確かに。まあでも、ないみたいなもんだもんな。聞くのはね。え、マジでもうないよ、これは。ほんとにない。ねえ、もう狛犬のだけだ。あーごめんなみんななあ来たあごめんあーごめんごめんごめんエリトラで飛んできとったんじゃがちょっとなんか10万円買ってもうたバチンコでおー見てください見てくださいバイトしましたよ山もう見てくださいもうないじゃないですかすごいのこれ今までいろんなやつが来たがこんなにすごいのを作ってくれたのは初めてじゃのこれは、やったもうこれ大丈夫ですか大丈夫だったやつとは合わなかったかやつやつ大丈夫だったかなんかなんもいなかったですね分かんないですけどじゃあ俺たちもお金もらってここで買えるじゃあそろそろ給料渡そうかのちょうど今日買った10万で1人2万1万6千円とかなんかすごい。いやいや日給にしたらいいだろってか。あなんじゃ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 。うわ。出た出た出たこいつがこいつが山男。痛い死ぬ死んでもた。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 あのこいつこいつがいつも私を苦しめる山男。みんなで協力して倒してくれ。倒そうこいつ。はい。ただ武器ないぞ。武器がないこいつらが確か持ってたんだからいや鉄の剣でもいいから戦っといてくれわかりました山男こっち向かないかのどんな顔してるんじゃあいつは痛いぞバカか誰だこいつ動きやばい動きがやばいあの動きすごいですカポエラやってる目ん玉と鼻飛び出てるぞ、こいつ怖い怖い怖いあ、ナイスおいていて手伸びた、こいつえやばいの裸の山男やおじいちゃん大丈夫よし俺の必殺マグマとにかく、わしはパチンコに行ってくるからのなんでパチンコに行ってくるからなんでこの風に本当にそいつを倒してくれたらいつもより2倍お金出す、さっきの給料よりだから早く倒してくれ頑張ろう頑張ろう頑張ろうみんな頑張ろうマカメハおーすごいそんなこともできるのかここにマグマを垂らすおーおーすごいおマグマで燃えるんじゃないかこいつ今から
あーちょっと、あ、当たってる、ダメージ入ったぞ今。お、マジ？あー入ってるぞ入ってるぞ、あー死ぬぞこいつ。死ね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 、惜しいなぁ。おい、こっち来いこっち来い。やばいやばいやばい。おい、あいつあいつ早く死んでくんねんかな、あんまりだけ。よいよいよ、マグマのとこへおびき寄せろ、こっちに。オッケーだ、プリちゃん。おい、こっちに来んな。あーこいつ、こいつちゃんとマノンに来たのか。おい、あいつどこ行ったんだ、あいつこんな時かけてビビって逃げたのか。うわーこいつ、そういえば遅刻したやつまだ来てねえのか。ま、いやさっき来たんですけど。来たんですけどね。あーそうなのか。まあまあそいつはもう給料なしじゃな。給料なしっすよね、さすがにね。お願いだ、こいつを倒してくれ。任せろ、エリトラアタック、おりゃこいつがいなければの、本当にここの山にな、いろんな建物が建てれるっていうのに。あ、燃えてるぞ、あとちょっとだ。やれやれやれ、行け行け、おりゃー、あー来たー、来たぞ来たぞ。あ、なんか落としたの。山の魂、山の魂、ちょっと使ったらどうなるんだ。いけ、なんもないぞ。山の魂が落ちただけじゃどうする。山の魂が落ちたのか。まあ、パチンコで勝ったからそれで給料上げるからの。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。まだなんかもう疲れすぎて、給料とかもいいか、早くもう帰っていいですか。もうじゃあ帰っていいです。帰っていいですか。エリトラで帰ってくれたまえ、ほんとにまた、はい、また頼むぞ。じゃあねー、あの小僧送っておきます。オッケーオッケー。ちなみに次は海を丸石で埋めるっていう、無理だ、終わりだ終わりだ、お仕事もあるからの、今度よろしく頼むぞ。